さあ今回内緒でやりました富士スピードウェイ、150キロ耐久レーススーパー GT。 さあ今回のポールポジション、ミヤ選手のペトロナス・トムス、違いますね、デンソーですね、ごめんなさいデンソーですね、はい、さあフォーメーションラップ、さあフォーメーションラップ、フォーメーションラップ、フォーメーションラップ、おモラスさんが、モラスさんが久々すぎちゃってやらかしましたか。危なかったですね、ちょっとペナルティ対象になりかけましたね、危険でしたね、はい、危なかったですね。さあ1番手ミヤさん、ミヤさんのデンソーサード、デンソーサードじゃない、はい、デンソーコベリコですね、デンソーコベリコサードですね、はい。で2番手にモービルワン NSX、 これがハピミヤさんのですね、はい。で3番手デプスさんの、ARTA ですね、はい、もうオートバックス NSX です、はい。4番手ミストラさん、先ほどちょっと飛び出ていましたが、キオヒーレーシング SC430、はい。5番手にケイヒン、はい、アクレキシブさんのケイヒン NSX、はい。そして6番手に、ライオンさんのこの NSX は無限ですかね、はい、無限 NSX、はい。でそして7番手にモラさんの、ペトロナス SC430、はい、NSX って言おうとしちゃって言ったんでね、はい、前回言ったので。でベルスカイさんの、これもデンソーですね、デンソー人気です、デンソーサードですね、こちらデンソーサード、ダンロップとも言われてましたけども、じゃあデンソーダンロップサードで、はい、行きましょう、デンソーでと、はい。で9番手モチュールさんのザナビー GTR ですね、はい、そうですね。でピアノさんのグリッドマン GTR、はい。11番手、シオンさんのこれはパチュリーと、東方のパチュリー GTR、はい、パチュリーですね、はい。で12番手のカーズヒーローさんの、エネオス SC430、はい。そして13番手、これがトキヤさんのイエローハット GTR ですね、はい。で、ジャックさんは少しラグかったので最後尾となってしまいましたが、ザナビー SC430 で参加ということで、はい、さあいざ、さあ整列はしていますね、整列しましたので、さあどうなるか、運命の瞬間です、はい、緊張しますね。そうですね、スタートラインを切ってのスタートになりますので、はい、各社、左下で注目しつつもスペースを空けながら行かなきゃいけませんね。さあ今スタート、スタートですね、さあ出た、一番出てったのはどうだ、これはまだわからない。 NSX が2台並んでいる、キオヒーレーシングが3台での並んでいきましたね。さあギリギリの戦い、ギリギリですね、本当にギリギリです。なんとか1コーナーは、なんとか1コーナー、そのから2コーナー目もちょっとギリギリなんじゃないですか、これ後方はちょっと荒れてますね、コカコーラコーナー、これであっと危ない、危なかったぞ、ちょっとモラさんのペトロナスが結構揉まれちゃってた感じなんですけども、これは激しいですね、激しいですね。ただモラス剣選手がだいぶ順位を落としたのと、ジャック選手が混乱に乗じて登ってきまして、はい、あとデブス選手がうまく反応したので、はい、そこを刺されて今1番手入れ替わってますね、はい。さあそこからどんどんダーッと、これ3番手4番手も入れ替わってますね。いやーこれはなかなか激しい戦いです。だいぶこれライオン選手が落としてるんですね、ライオン選手と、はい、ハピミヤ選手が落とした形になりますね、順位を、はい。結構揉まれていたので、はい、あと7番手と7番手入れ替わりまして、そして9番手にモラさんが上がってきたところであります。一旦各社1列になりましたね、はい。ただシオン選手はだいぶ煽りを食らったのか後方に沈んでしまっていますが、はい、ここからの巻き返しが期待できますね。さあ1コーナー目1番手争い、ここはミヤさんが刺してきたがどうだ、ここはクロスで刺してくるのか NSX、
ただ次イン側ですよ。はい、さあそこから来るのか。はい、うまく刺してきましたね。ここしっかり前に出ますけど、ここに乗じてミストラル選手もデプス選手仕掛けたいですよね。ここイン側刺していきますよ。さあここキヨヒーレーシングイン側に刺してきたけど、どうだ。少し NSX だとあのラインは厳しいので、ここからクロス仕掛けられなかったですね。ここからの立ち上がりは、いや立ち上がり悪くないですよ。ただ広範囲で勝負できるかというと、また話は別になってくるので、さあどうなるか。ダンロップコーナーどうだ、ダンロップコーナーどうですか。これキフリーシング2番手に立ちましたか。いやそこからまだデプス選手諦めてなくて、ハビミア選手が来ている。これここ2番手で争っちゃうとミア選手に逃げられてしまうんですけども、ゼガヒでも前には出たいですよね、はい、仕掛けたからには。レクサスコーナー、レクサスコーナー、ミストロ選手がここに来る。キヨヒーレーシング来た、キヨヒーレーシングうまく刺してきた、ね、デプス選手がここは、あここは厳しいか。お互いラインを残しつつのバトルになるんですけれども、あーとモツール選手もここで、あーとハピミア選手が外に膨らんでいって、これゴミ拾っていたらまずいですよ。あーレキシビ選手もここでもうギリギリスリップに入って、ちょっと危なかったですね。あれトラクションの差が出てしまいますが、スリップがまだハピミア選手の方が入っているので、アレキシビ選手伸びきんないですねこれ。いやこうなってくる、いやもうこれ6台でちょっとバトルしてますけど、これ大丈夫なんですか。これはかっコーナー見どころ多いんですけれども、はい、トキア選手が、6番手ですね。ライオン選手がスピンしまして1コーナーで、はい、最後尾まで落ち込みました。あ今14番手です。ライオン選手ちょっと調子が悪いだろうか。ちょっと今回は煽りを食った形が多いですよね。はい、さあ2番手、あとモチュール選手がちょっと立ち上がりミスしましてですね、ここアウトサイドからトムスが仕掛けていきましたね。さあ2番手争いかなり接近した戦いとなって、あっと立ち上がりがやはり NSX の方が早くて接触してしまいました。果敢に攻めてますね6番手の、これトキア選手が果敢に攻めて、アレキシビ選手に刺してきた。 NSX 大丈夫か。ここはイン側の NSX の景品ですけども、ここから先の、にかけてですよね、はい、GTR 伸びるかな。ザ・ミストラルさんはもうここは逃げる作戦ですね。もうスリップに入られたくないと。とにかく NSX の後半の伸びが怖いんで、はい、必死に振っていますよね。さあここで3ワイドが展開される。7番手争い熱いですね。これアウトサイドにラインが残るか。あーっとモチュール選手ギリ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 耐えた、ギリギリ耐えましたよ。なんとか耐えました。そこで3ワイドはもうあれしかないですよね。やっぱ接触覚悟で行くしかないんですけれども、はい、お互いお互い尊重してレースしてほしいですよね。いやーこれちょっとジャック選手いける、ジャック選手がここで、ジャックさんがここで刺されてしまうのか。ザナビー同士で戦っている。後ろ3ワイド、この2人は、毎回やってますよね、はい、ザナビー同士で。ベルスカイさんは今回初参戦でかなりちょっと揉まれちゃってるような展開ではありますけども、ただここまで上がってくればあとは前をしっかりと狙っていくっていうだけなので、はい、そうですね。とにかく今はモラケン選手についていって、はい、オーバーテイクできるんであればオーバーテイクするで、しないのであればずっとついていった方が燃料は持つので軽くなっていって、はい、燃費もいいのでピットで逆転もできますし、いろんな作戦が展開できますね。はい、ということでミヤさんはもう逃げてるような感じなんですけども、2番手から12番手までもう1列です。ミヤ選手はもうとにかく、はい、ハードプッシングすることなくこの差をキープして、今 3.6 秒なんですけれども、はい、差が、はい、3秒台をだいたいキープしておけば、ピットでまあ逆転されることはないだろうって踏んでますね。さあ
だここの SC ワンツーの牙城を崩したいですよね、はい、デブス選手、ハブミア選手としては。そうですね、いやこうなってくると GTR 勢も上がってこなければ、うん、そう GTR 勢がお互いがお互いを潰し合ってると言いますか、はい、後方での戦いが白熱してしまってますので、はい、ちょっとそこから抜け出さない限りは厳しいのかなと。今現在結構攻めきでいるのがハピミア選手のこのモービル 1NSX がかなり、デプス選手を煽り倒してはいるんですが、さながら DTM ですね。こっちはもう9番手争いなんですけれども、はい、さながら DTM ですね。もう今ちょっと一旦落ち着いたんですけども、はい、もう接触は接触は帰り見ないと。あっとイエローフラッグですね。イエローフラッグですね。これはハピミア選手がもしかしたら外に飛び出したかもしれません。ああ、7番手まで落ちてしまいました。厳しい、いやちょっと微妙なところですね。そうですね、もう6周目となるとタイヤの方もきついんじゃないでしょうか。どうでしょう、まだ持たせられるかな。前回確か2ピットの人が多かったんですけど、100キロレースの時は、はい、150だと3ピットに入るか入らないか。はい、あっと前ではこれは、トキア選手がオーバーランしましたね。あーオーバーランしてどこに入るか、これハピミア選手としては嫌だところですね。7番手まで落ちてしまいました。あ、8番手まで落ちてしまいましたね。さすがにあそこまで行っちゃうとゴミを拾ってしまう。いや、ここはまだ諦めてはいない。いや、厳しいですよ、これは。結構速度が乗ってたコーナーでしたが、やはりちょっとその後のグリップがなかったような感じはしますが、あ、前でバトルしてハピミア選手対モラさんのバトル。はい、ハピミア選手はここは前に出ましたね。はい、あっと、どうしたんだ、何かあったようですね。何かあったようですね。実はカメラが変わるところでちょっと何か問題があったみたいですね。あったようですね、これは、はい、何でしょう、何でしょう。あ、消えました。あ、消えました、回線落ちですね。これ回線落ちですね、突然消えたので。はい、びっくりですが、そうなるとここは、ベルスカイ選手がちょっと楽になったんですが、ハピミア選手も楽になりましたね、これは。あっと、あっと、危ない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 、これはちょっとトキア選手危険ですよ。危ないですよ、ちょっと危ない。次でやってしまうとペナルティが。危なかったですね、さっきのは。そうですね、左右に振りながらの幅寄せっていうのはだいぶ危険行為なので、はい、これ以上はちょっと見逃すわけにはいかないですよね。はい、いやさっきのちょっと危なかったですね。接触してもし事故が起きていたらと思うと怖いですよね。大惨事ですよね。さあ危なげなところでありましたけども、6番手争いが結構白熱しているんですけども、なかなか接触が多い。あっと、インガーさしてきた、ね、今日のレースはだいぶ接触が多いレースになってまして、はい、本当に当時のような、今やってしまうと確実に車が壊れてしまう。ここを刺してくるんですけど、ジャック選手がここで、ただこのねじ込みは危険ですよ。はい、危なかったですが、もう隙を狙って狙ってはいったんですけども、ちょっと危険ですね。はい、はい、ちょっと危なかったですね。あ、その間にモチュール選手が、ザ・ベルスカイさんとその後ろでもやっている GTR と SC 当たりながらですね、結構当たってますね。あ、結構当たって、あっと、もうちょっとトキヤさん結構接触が多いですね。まっすぐ普通にペナルティありますからね、このレースは。はい、確実に下る可能性ありますよ、この後。さあベルスカイさんはここで1コーナー目でジャックさん刺しましたので、6番手まで上がってきまして、
ここの2人はとにかく争わずにタイムの速い方が引っ張っていくっていう戦略がレクサスとしてはいいんですけど、はい、ちょっと難しいですよね。今日のレースを見る限りはもうとにかく目の前のバトルっていう気がしてますね。はい、かなりもう GTR 後ろの GTR もかなり戦って、ここで刺してきたモチュールさんがここでインガー刺したが、いやーここでちょっとオーバーランとブレーキが間に合わず、その後ろでもやってるんですよね。ライオンさんがあまり速度が上がっていかないので、ライオン選手はそうですね、一番最初にスピンをしてしまいましたのでだいぶ後方に落ち込んでしまったんですけど、はい、どういった作戦で来るのか。ライオン選手自体はだいぶ器用となった作戦も使えるので、はい、もしかしたら以前もね、はい、鈴鹿の時ですか、はい、ワンピットで来たはずだったんですよ。確かワンピットかツーピットで来たんですけど、はい、ワンピットってかな、まあ、その戦略も使えるので、もしかしたらタイヤ温存しつつずっと自分のできるペースで走ってるのかもしれないですね。はい、さあだいぶ、落ち着いてきてはいるとは思いますが、10周目まで入ってきました。はい、これずっとミヤさんはもう単独走行なんですけども、はい、まずミヤ選手がどのタイミングで入るかも重要になってきますよね。そうですね、別にタイヤは持たないっていうレース設定ですので、はい、1回は入るんですけど、どのタイミングで入ってくるか。さあその後ろ2番手争いももうそろそろ、いやこれずっとエリア、この差なんですよ、ずっとなんで、はい、お互いがお互いのいいところで帳消しにし合ってるというか、3セクターで一旦 SG が前に少し出るんですけども、はい、その後のストレートと、はい、1セクターで元に戻してる感じですね。さあカメラを戻して、あっとジャック選手が回線が、回線が危ない、回線がもうこれはこれはきっこれ危ないですよ。戻りました。危ないですね。ちょっとジャック選手不安定なんですけれども、はい、あ、危なかったですね。危なかったですね。あれ巻き込んでたらちょっとまずいことになりますよ。確か前々回のアップデートまでは巻き込まれたんですけど、はい、巻き込まれないようになったのかな確か。ザベルスカイさんがストレートでちょっと刺されてしまいました。多分あれですね、ちょっとジャックさんの回線のあれで危ねえと混乱をして、ちょっとストレートスピード伸びませんでしたね。あっとこれはギリギリです。危ないですね。トキア選手は果敢にもう飛び込んできますね。はい、さあ各社多分タイヤの方もきつくなってきてると思いますので、はいはい、特に NSX はどの作戦を取ってくるかですよね。そうですね、ワンピットで行けるのか、ツーピットで来るのか。さあ今現在1番手はデンソーのミヤ選手が、1番手に立っていまして、はい、2番手には拒否レーシングのミストラさん、はい、3番手に、ARTA の NSX テプス選手。ミストラ選手もじわじわちょっと厳しそうですね、なんかラインが、はい。4番手のアレキシブ選手の、ケイヒ NSX ですね。ハベミア選手、そうですね、ハベミア選手の NSX モビル1ですね。あ、はい、ハベミア選手ここで入りますよね。はい、しっかりとブレーキング、はい、入りました、ね、あ、デプス選手も入りましたね。これデプス選手に合わせた可能性ありますね。そうですね、序盤は戦っていた2人なので、もしかしたらここを合わせて、ベルスカイ選手もそうですね、はい、この辺りで入って3ピットの、あ、違いますね、失礼しました、2ピットの、3スティントの予想ですね。はい、ベルスカイさんも入ってきましたよ。そうですね、ここ3人が、どのタイム、まあ、多分クリーンな位置に出るので、はい、ベルスカイ選手はこのクリーンな位置で、ジャック選手にアンダーカット仕掛けていきたい。あっと待ってください、誰ですか、スピンしてるのは純正トキア選手。あ、ベルスカイさんが、ベルスカイさんもこれは以前ニュルブルクリンクでミヤ選手でしたっけがやったクリーンなタイヤでツルッといってしまうあれですね。いやーこれちょっと痛いですよ、ベルスカイさん。ベルスカイ選手は厳しいですね。
ジャック選手がだいぶ楽になった形になっちゃうんで、はい、余裕を持ってまず給油ができるようになりますよね、ジャック選手は。そうですね。いやー、しかし痛かったですよ。1コーナー目でまだ冷えてるタイヤなので。そうなんですよね、今作は冷えてしまっているので、はい、1コーナー目が厳しいんですけど、またイエローフラッグ出てますね。またイエローフラッグ出てますね。これ、トキヤ選手すごいことになってますね。トキヤ選手大丈夫でしょうか、これ。いえ、絡んではないので SC が出ないんですけど、はい、単独ですよね。単独でちょっといろいろ。あ、ミア選手ここでピット入りました。ミストラル選手もここに入ってきましたね。ここミア選手とミストラル選手合わせた可能性ありますよ。あれ、アレキシブ選手入ってないですよ。入ってないですね。はい、入ってないですが、ミア選手が前に出たっと、これはもうちょっと言い難いんですけれども、はい、ちょっと厳しい裁定が後日下りますね。そうですね。いやー、あれは回線落ちではないですよね。ちょっとまたリプレイ確認ですね。リプレイ確認をしても、それ審議して今後参戦できなくなってしまう可能性もございますが、まずアレクシブ選手がどう、まあ、多分これもここまで引っ張ったらワンピットな可能性あるんですけど、はい、ワンピットだとあと4周 4,5 周行かなきゃいけないんですよね。で、NSX で 4,5 周ですよね。持たないんじゃないでしょうかね、うん、これ。いや、アレクシブ選手はだいぶレース巧者なので、はい、やる可能性は全然あります。ライオン選手と似た、ライオン選手、ミヤ選手と似た系統の戦略の作り方をするので、はい、全然ありえますね。むしろ逆にミヤ選手があとワンピット分稼がなきゃいけないっていう可能性もありますし。ああ。こうなってくるとだいぶ楽なのがデップス選手が、ミサラさんの前に出てるので、これはだいぶ楽になってくるんじゃないかと。そうですね、デップス選手はもう、あ、これはもう入りましたね。これアレクシビ選手は、アレクシビ選手もう入りましたね。ここで入りました。で、デップス選手が上がってきて、あ、ジャック選手もここで合わせてきましたんで、もしかしたらこれ、これはカウンターですね。ベルスカイ選手への、ベルスカイ選手がさっきの週入ったんで、はい、その次の週に入って、アンダーカットを防ごうっていうコンテンツ、ね、あっとこれジャックさんが前に出て、前に出ましたね、アレクシブさんが後ろに立ちましたけども、アレクシブ選手はちょっとこれはもしかしたらどうなんだろう。燃料入れていましたかね。アレクシブ選手は入れてたんですけど、ジャック選手が入れたかちょっと分かんないのと、あとは、はい、ベルスカイ選手も入れてるのかどうかですよね。はい、ただちょっと響いてますね、さっきのミスが。ジャック選手と約6 10秒程度差を作られてますので、はい、この10秒をいかに埋めるか。ジャック選手はとにかく引っかからないことですね。まず入ってない選手に、はい、今もう引っかかってる、もう引っかかってるんですよね。エネオスに引っかかってるんですよ。そうなんですよ、はい、ただここはまあドイツ周回は確実にバトルをするので、はい、あ、これはしっかり、ただ危ない。で、ここでうまいですね、アレクシブ選手を間に入れたのはうまかったですね、はい、いやー、しかしここアレクシブ選手もここ仕掛けていって、しっかりと、自分と戦略の違う人とはまず走らないっていうのが、まあ、セオリーではありますので、はい、そうするとこれはジャック選手、ライオン選手とどうなるんですか。またライオン選手はうまいので、レース運びも、はいはい、経験値は豊富ですし、ここのバトルが出てくるのかなと。さあ、3番手争いですね。3番手争い、はい、モービルワンとキヨヒレーシング、どうなんでしょうね。キヨヒレーシングも確か合わせてましたよね、ここ3台は。あ、ここ2台か。デプス選手とミストラル選手が合わせてるのか、確か。確かそう。で、ハピネア選手、ベルスカイ選手が同じだった、はい、気がするんですけども、これはミストラル選手はちょっと、厳しい展開ですね。 SC で直線の後半で抜くのは厳しいので、はい、どうしてもブレーキで頑張らなきゃいけないんですね。そうなるとまたフロントが痛みやすいので、はい、
け方としては、はい、スリップについて1コーナーさせたいんですけど、はい、やっぱまだ伸びますからね、だいぶ馬力を下げられていても NSX、はい、なので3セクターで仕掛けてとにかくリズムを狂わせるっていう作戦がいいかもしれないですね。ちょっと今回のハペミアさんのそのレースを見ているとちょっとミスが、ね、目立ちますので、そこのミスをカバーできれば多分この3番手には入れられると思うんですけども、そうですね、もともと2番手で決勝をスタートしたので、はい、完全に実力はあるんですけれども、はい、一番最初のボートのファーストラップ目は多分ギアかアクセルオンのタイミングが合わなかったのか、はい、デプス選手に前に行かれまして、はい、その今埋め合わせをしている感じですね。さあその後ろ3ワイド5番手争いライオンさん含めアレクちゃんちょっと接触しましたけれども、俺今日ジャック選手はもうイケイケなんですけど、危ない、ね、危ないですよね。しかしちょっとライオンさんはちょっとピットにも入ってないので、そうなんですよ、ただライオン選手がピットに入ってなくてこの位置ってことは、このあと確実にもうワンピット入るであろうジャック選手、はい、アレクティブ選手と同じ位置にいれば、はい、戦いまだ勝負権はあるわけですから、はい、ピット戦略でここ動きますね。まあ、さあアレクティブ選手はここで、オーバーテイクをして、はい、外から5番手まで立ちましたけれども、1コーナーのオーバーテイクはもしかしたら外がセオリーになってくるかもしれないですね。はい、さあ、8番手争いモジュールさんとカーズヒーローさんの、ここは戦略が違うんで、とにかくカーズヒーローさんはまだ入ってないんですよ、はい、確か、そうですね、ベルスカイ選手、はい、そうですね、見てないので、そうですね、入ってないので、この位置です。とにかくベルスカイ選手が引っかかるか引っかかんないかもありますけど、カーズヒーローさんがどういったレース運びをするのか、はい、見ものですよね、はい、NS として。またジャック選手仕掛け返すかな、これは5番手争いですね、5番手争い、あ仕掛け返しますね、仕掛けますよね、これね、これ確実に仕掛けていきます、ね、さあまたイン側に立って行きましたね、おおすごい、かなりハードなブレーキングをします、危ない、音聞いてたんですけどだいぶエンブレ効かせました、ね、バリバリバリって言ってましたからね。さあちょっとジャックさん今回回線が悪いんですけども大丈夫でしょうか。まあ一旦は今安定はしてますけど、はい、ちょっと100アルスライドしてる感じありますよね。はい、ちょっとこれ回線落ちしないことをちょっと願うばかりではあります。ここまで上がってきたらそうですよね、最後尾からここまで上がってきましたから、はい、またちょっと怪しくはなってますが、これも期待するしかないですね。はい、あとは、まあ、宮選手はもうとにかくずっとプッシュしてるんですけど、これねびっくりするのが、はい、まあ、ずっと淡々と同じペースなんですよね。たまに欠落してるラップとかあるんですけど、はい、コンマゴとか多分何か試しているのかなっていう印象ですよね、はい、もうここまで来て大幅にスピンしてしまった瞬間ですよね。ちょっとフリー走行結構ミスをしていたの で、そもしかしたら限界値を、いや逆に限界値を漁っていたっていう説もあります、ね、どこまで我慢できるのか。ジャック選手がまた前に出ているんで、はい、アレクシブ選手が巻き返せるか、5番手争いですねこれ。あ、ライオンさんここでピットに入って、これは、ま、やってきますね。これはさあここからですよ、ジャック選手と、はい、うん、アレクシブ選手がこれバトルをすると、はい、ライオン選手の方が前に出るので、はい、最終的なポジションとしては、はい、その後またバトルになるんですけど、どうなるんだろう。この6番手争いを見てて楽しくなると思いますよ。5番手争いを失礼しました、はい、さあ10番手で出れたので、まあ予定通りと言って大丈夫なんですかね。そうですね、とにかくクリーンな位置を多分探って出て、出てった可能性もありますし、はい、何よりまだタイヤが冷たいので、はい、ここしっかりと温めてから、次のアッププッシングしていくっていう感じですね。となるとちょっ
見どころは確実に5番手争いとその前の、はい、3台です、3台ですね。2番手争いに発展する可能性もありますし、このデプス選手、ハクミヤ選手、ミストラル選手が、はい、その後ろのジャック選手とアレクシブ選手が、バトルするか、どういったバトルをするかによって、はい、ライオン選手、またベルスカイ選手にも関わってくるんですよ。そうですね、ジャック選手はベルスカイ選手のカウンターで入ってるんですけど、ベルスカイ選手の方が先に入ってまして、はい、でベルスカイ選手は多分確実にもう一回入るピット分けだと思うので、はい、ここがバトルしてタイムロスをすると、はい、前回レイクマジョーレ の、のようなアレクシブ選手が前を塞いで、後ろからジャック選手が、はい、自分を追い上げたような形になってしまう可能性もありますよね。はい、ここでもうアレクシブさん来ますかね。どんどん仕掛けていってますね。ケイヒが来るんですが、どんどん仕掛けてはいるんですけども、させないと、はい、そうですね、3セクターで離れてしまうので、とにかく 1-2 で前に出たいんですよね、 NSX は。さあ果敢に攻めるんですが、なかなか抜けないジャックさんのこのブロック術。そうですね、だいぶちょっといやらしいですからね。はい、この2人はとにかく2人ともブロックがいやらしいので、前に出たら、そのまま行くっていう可能性ありますよね。フィニッシュまで前にいるっていう可能性は、はい、なんて言ったってリュルブルクリンクの時にジャックさんはもうミヤさんのブロック術をかなり浴びてしまってるので、習得した可能性はありますよね。はい、浴びてしまっていたので、もうこれでちょっとアレキシムさんとのバトルを、はい、長期化させたくはないですけども。そうなんですよ、アレキシブ選手とバトルをしたくないんですよね、とにかくは。はい、でもやはり近づくとバトルになってしまうので、はい、この2人の最終的な目標がどこにあるかですよね。そうですね、5番手争い、5番手で、落とすのか、それとも、前方に見えている、はい、ミストラ選手を捉えようっていう意思があるのかで、ちょっとだいぶこの動き方が今後に絡んでくるんじゃないかなと思います。さあその後ろモチュールさんと、あ、ベルスカイさんはもうモチュールさんに追いついた感じではありますので、もう見えていますね、はい、ただもうその前にも見えているので、とにかくベルスカイ選手は闘志を向き出していくしかないですね。さあ残り1回ピットが、ベルスカイ選手はあると、はい、思います。はい、そのどこで入ってくるかもバトルの展開を左右するような感じにはなりますかね。はい、そうですね。でその後ろのライオン選手はとにかくタイヤを持たせて、はい、タイムを出しつつタイヤを持たせる、もうこの難しい作業ですよ。あの以前ニルブルでミヤ選手がやった同じことやってます。ミヤ選手とトモ選手がやった同じようなことをしなきゃいけないので、通過でもされてましたけど、はい、でも富士ってなるとちょっと辛いんじゃないですか、ストレートが。ただストレートが長いので、はい、タイヤは休められますけど、はい、偏りはしっかり出てしまうんですよね。鈴鹿やニュルブルに比べて左がとにかく出てしまうので、100R がとにかくそこ鬼門ですよね、はい、100R のいなし方でだいぶタイヤの使い方変わってきますし。さあ、2番手争いまで来ましたけれども、これだいぶ近づいてきましたけれども、これはデップス選手のペースが少し落ち込んだんですかね。そうですよね、先ほどまではそうですよね、ミストラ選手との差が変わってないので、ハッピーミア選手自体が、はい、ちょっとデップス選手が落ち込んできて、はい、これ捉えられるかどうかですよね。これもしかしたら3台同時ピットっていうこともあり得るんじゃないかと。ありますよ、全然あり得ます。最後はガチンコバトルと、はい、残り13周となってますけども、13周、あ、そうですね、13周です、ごめんなさい、残り13周ですね。そうですね、これジャック選手はバックマーカー捕まりたくないな。捕まり、おお、ギリギリですね。アレクシブ選手は絶対捕まれと思いましたね。はい、これ捕まってしまうとアレクシブさんはもうかなり辛い状況にはなってきてますね。アレクシブ選手とジャック選手の間にライオン選手が入ってくる可能性ありますから、
そうなるとアレクシュ選手は、NSX 同士の戦いになっちゃうんですね。はい、NSX 同士の戦いは、ニュルブルクリニックの時ちょっとだいぶそうですね、マッサ選手とアレクシュ選手見たんですけども、はい、まあ、ああいった展開になる可能性高いので、はい、今はまずついていきたいのと、あとはさっき仕掛けて、あっとデプス選手、これ回線落ちですね、回線落ちですね、ちょっと今日は回線が良くないか、もしかしたら、もしかしたら回線良くないですね。いや、2番手走行してたのに、これは痛いですね。これはすごい痛いです。デプス選手、残念ですよ、これ。いや、残念ですよ、これ。さあ、残されたのはこの2台、2番手、3番手のこの2台がどうなってくるか。ミヤさん自体はもう、ミヤさん自体はもう、本当、同じなんですけど、クルージングになってしまいますが、もう一つでも大きなミス。富士のあれですね、ですね、飛び出しがあると一気に5秒、6秒失いますので、はい、それだけを気をつけてレースをしていかなければ、はい、完全勝利はないので、ちょっとニュルブルクリンクの時とレイクマジョーレの時は、レイクマジョーレの時は回線落ちをしてしまいましたが、全体的な勝利は宮さん少ないんですもんね。そうなんですよね、はい、なのでここの富士は取っておきたいと、うん、そうですね、とにかく富士は取っておきたいですよね、はい、富士はというかもうとにかく勝ちたいですよね。そうですね、先頭を走っていながらも、落ち込むレースが多かったので。そうですもんね。さあそこからちょっとジャックさんとアレクシルさんの差が開いてきましたけども、開きました、ね、はい、あ、ここでベルスカイさんがピットに入りましたので最終ですね、はい、でベルスカイ選手が、どこに出るんだろうな、クリーナー位置には出れると思うんですけど、はい、ここ燃料給油を見誤らなければ、はい、ラストまでいけますね、これね。ライオン選手の後ろですか。そうですね、やっぱりミスが響いてますね、ね、スピンしたのが。これでライオン選手と戦うのか。でこれで今のうちに、はい、考えなきゃいけないのはモチュール選手がカウンターを打つかどうかですね。カウンターを打たなかったら、ね、はい、1周2周で手遅れになっちゃうんで、はい、とにかく入るんだったらこの周入るしかないですね。入れて、同量の給油をして、はい、でまたガチンコバトルをするしかないですね。ベルスカイ選手の前に出るには。ここでミヤ選手はさピットですね。もうここも均等終わりで入ってきましたね。これでですよ、ここも、あ、ここ入りますよね、上位3台入りますね。すっげえ、あーもう、あ、ミストラさん、もしかしてこれ作戦が、あ、給油量が違う、違いますんで、これもしかしたら、あ、ジャック様入ってきたが、アレクシブさんは入らずにこのまま走行すると。これあ、モチュール選手もここで入ってきましたよ。トラル選手とハピミア選手で、あ、でもこれハピミア選手前に出たんですけど、前に近づきました。でこれで、嫌なのがアレクシブ選手がね、はい、いるんですけど、アレクシブ選手どうするのかな。ジャック選手のカウンターで入るのか入れないのか。アレクシュ選手は NSX なんですけど、全然最後までこれで行くっていうのはありえますからね。はい、でそうなるとここでハッピーミア選手が引っかかる可能性もありますし、はい、そうしたらミストル選手 もう勝ち時を上げる可能性もありますし。でもここで入っておけばジャックさんとの一戦が、そうですね、起きるんですよね。起きるというか、一旦は、また勝負ができるというか、はい、なんていうんですか、また近い位置に出ることはできるんですけど、はい、ジャック選手の真後ろって言っても、まあ、1秒程度なんですけども、はい、後方がライオン選手なんですね、多分これ。はい、ライオンさんですね。ライオン選手なので、はい、この間に入るか入らないかでだいぶ変わってきますね。さあクロスで刺してきたキヨヒーレーシング、
前に出ましたね。前に出ました。3セクター目、やはりちょっと辛いか。新品タイヤ。あ、ここでアレクシビ選手入りましたよ。あ、カウンターですね。やっぱりここで打ってきましたよね。はい、ね、さっきジャック選手が 5% だったんですね、残り9球、はい、で。アレクシビが今 27% あるので、同量入れたら確実に、並ぶとは思うんですけど、はい、どの程度入れてくるか。前に出ますね、これ。出てきた。どうだ、これはどうだ、これはどうなのだ。こう、あ、こう、え、こうなったか。こうだ。あとパックマーカーがいるところをちょっと避けたいところでありますか。これはしっかりと避けていただいてましたね。はい、大丈夫そうですね、はい。さあ、後ろからライオンさんが来ておりますが、新品タイヤなので。はどうするのかな、これ。もう新品タイヤとちょっと中古タイヤでは差があるので、はい、差は埋めにくいんですけど、また前がバトルすると分かんないですからね。もうやり合ってます2番手2番手ずっとやり合ってます。2番手はここもずっとやり合って、先ほどずっと、はい、まあ、やり合うでしょうね。ここはもうテッド選手がいなくなったことも大きいんですけども、はい、さあ、これミスター選手が真ん中の給油量があったのがでかかったですね、はい、これ真ん中で給油して量だと思うので、なんで少し差が生まれてたと思うんですよね。ここで最後、はい、締めていきたいですよね。3セクターもやはり SC 早いですね。そうですね、3セクターでしっかりとまとめて、はい、1コーナーで仕掛けたい。さあ逃げるぞ、これは逃げたい、逃げるぞ、逃げる逃げる、その後ろもやってますけど、ここは一番近いですからね。これはあ、白線を踏んでるか、ギリ、あーっと、そこギリギリですよ、これ。ただこれはちょっと厳しいですね、もう。はい、あ、で、くる、刺してくるの、ここで刺してくるのか、ラインを入れ替えて、刺してきた、危ない、まだ、いや、並んでます、並んでますね、まだサイドバイサイドが続く、サイドバイサイドが続くぞ。ただ NSX が伸びるんですよ、この A コーナー待ってて。で、お互いラインを尊重して、うまいですね、はい、クリーンです。いやー、ここまで、あ、これモチル選手入ってますね。はい、入ってましたんで、まして、でベルスカイ選手が前に出ましたね、これね。はい、なんでアンダーカットは成功なんです。いやー、ベルスカイ選手がライオン選手に追いつくかな、ちょっと難しいと思いますよ、差が結構ありますので。ここがとちょっと均等というほどでもないんですけども、ちょっと離れてはいますので、はい、はい、かベルスカイ選手は流れを作りたいですよね。そうですね、しかしここはやり合ってる、ずっとやり合ってますよ、2番手争いは。これはもうやり合うしかないんですよ、だってもうここにかけて、はい、ミストラ選手もハピナス選手も作戦を立ててますから、はい、最新のただうまく、ちょっとうまく立ち上がれなかったハピミア選手に対して少しスリップを返す、ただここから伸びるんですよね、ネスエックスが。そうなんですよね、ストレートやっぱ速いですからね。ただ今回違うのはインサイドにミストラ選手がいるっていうことなんですよ。しっかりと顔を覗かせてますからね。1コーナー目どうだ、しかしまだここでは少しブレーキが、いや、しかし、あとはミストラ選手としてはもう、とにかく、はい、ハードブレーキをさせてタイヤを使わせるのと、あと燃料を使わせて最後の最後に計算が狂わせてしまう、はい、ハピミア選手が例えば今大体40とか入れてたのか、40か50か入れてたんですけど、はい、それ以上に、レブらせて、はい、その周回させるとさすがに持たないので、はい、それを狙っている可能性もありますよね。 NSX 自体が直線は伸びますけど、はい、やっぱ直線でしっかりと稼ぐ車両なので伸ばしていきますし、3セクターどう来るか。3セクター目かなり攻めてますよ、3セクター目でちょっと攻めるっていうところ。そうですね、顔をのぞかせてもタイヤを使わせてるっていう可能性もありますよね、これね。果敢に攻めるミストラル選手、このキヨヒーレーシング、その前にはもう、モビロン NSX が行った、ここで行った、最終コーナー、最終コーナー、綺麗にインガを刺していって、ただこの先ですよ。さあホームストレートからちょっと厳しいんですよね。1コーナーにかけてのスリップストリーム合戦、伸びきれないか
いやー、SC は伸びきんないですね、やっぱり単走だと。NSX、やはりストレート速い。NSX、失礼しました、SC ですね。SC、伸びきんないですね。大体270出るんですよね、NSX が。はい、出ます。ただ、SC が265とか7だったんだと思うんで、その差はやっぱでかいですよね。はい、スリップに入ったときはやはり、はい、どっちともストレートのスピードが NSX が同じ同量になるんですけども、はい、なんてブレーキング勝負っていうのはできるんですけど、単走になると直線の速さが出ますよね。はい、そこでちょっとじわじわ見てほしいのはライオン選手とベルスカイ選手なんですよね。はい、3周くらい前は4秒だったんですけど、はい、差が一気に 1.5 秒なんで、ライオン選手はここからが正念場ですね。あと6周ですか。正念場ですね。いやー、ここアレキシム選手とここジャック選手の差がだいたい3秒差くらい。これびっくりなんで、そうなんですよね。前に出たんですけど、後半に垂れるか垂れないかで、はい、アレクシル選手、途中までは全然ジャック選手の SC と同タイムで走るんですけど、はい、その崖を迎えた時点で、タイヤの崖を迎えた時点で一気に NSX のタイム落ちちゃうので、はい、そこまでにしっかりとマージンを稼いでおきたいんですね。で、そのマージンをとにかく潰したいのが今ジャック選手ですよね。その崖がいつ来るのか。さあ、だいぶもう近づいちゃってますけど、あ、もしかしたら2番手争いにアレクシス選手加入する可能性ありますね。さあ、6番手争いのベルスカイさんとライオンさんの戦いですけども、はい、かなりも迫ってますので、ここがですね、ライオン選手締めますね、しっかりと締めますね。ここは締めとかないとやられちゃうので、さあかなりラインを締める。この先までに出られてしまうと SC が出ちゃうので前に、はい、さあ並んだぞ。あ、ここもう並ばれちゃう、並ばれちゃうか。まだいけますね、まだいけますね。まだここは抑えて、とにかくもうライオン選手は抑えて、はい、で3セクターももう自分のタイヤを使わないように。でもここ抑えられてをするとモチュールさんが来るわけですもんね。 それを狙ってる可能性も全然ありますからね。ですがその先のストレートでどう NSX が出てくるか。ただ NSX を、ここでイン刺してきて刺されてしまった。しかしここはただスリップストリームに入るか。いや、ここはもうサイドバイサイドで、サイドバイサイドですよ。大丈夫ですか、これ。一旦ライオン選手が前に出ますが、どうでしょう。さあ、ライオン選手のこの後の動きですね。ちょっと牽制してますね。これあんまりハードブレーキングしちゃうと、ね、ライオン選手はもう厳しいですけど、ただこれどうする。外側から行くか。外側から行った。止めた。素晴らしい。止めた。これきつくなってくるの、ライオンさんかなりきついですよ、これ。ライオン選手は、どこで仕掛けるんだろう、もう。ここで仕掛ける。コカ・コーラコーナーでは仕掛けず。ここもうわざともう、来ましたけど、ちょっと厳しいですね、もう。ちょっとこれ厳しいですね。もう、曲がっ。わー、悔しいな、これ。悔しいですね、これね。ライオン選手としては、ちょっと悔しいですよね。はい、外から行かれたらもう何もできないですから。そうですよね、抑えられちゃいましたから。そうですね。いやー、うまかったですね、さっきの。そして見てほしいのが3番手です。はい、あ、素晴らしいですね。そうなんですよ、さっき言った通りになってしまいました。なってしまいました。ちょっとハペミヤさんのペースが上がりませんね。もしかしたらもうそれこそミストラ選手に対応使わされた可能性ありますよね。はい、もうこれは辛い。後ろのアレキシブさんがどう動いてくるか。あまりスリップ入ってますね。あ、もうこれもここからこれが始まりますね。これはもう NSX 投資のこれが始まりますね。さあ、後ろのジャックさんもその3周のうちに追いつきたいところではありますが、
ジャック選手もそうですね、この、バトル中に追いついて3番手をもぎ取りたいですけど、はい、もう結構1コーナー出口でかなり離されてしまってるので、燃料のあれはもしかしたらかなり減っている状態で進行してるんじゃないでしょうか。そうですね、もう終盤ですからね、あと数周、もうそれこそ3周あれば、3周分だけでレースしてますからね、今。NSX 同士の戦いになると前の方が楽なんですよね。あ、前の、選手が、その1個前の選手、ミストラ選手が楽になるんですよね。はい。NSX 同士はあのストレートで潰し合うって言ったら変ですけど、はい、お互いを、抑え合う、牽制し合うので、はい、それとストレートの苦しい SC は嬉しいですよね。サミヤさんも、もう残り2周なので、そうですね、もうタイムアタックはもうやめてますね。ミヤ選手はあの最後の方にタイムアタックをする傾向にあるんですけれども、はい、僕はやめてますね。さすがに21秒、あ、すごいな、そんなに。さあもうストレートでかなり離されちゃった。ハプミア選手リズムがちょっと良くないかもしれないですね。はい、か燃料が足りないので調整してるか、どちらかですよね。ハプミア選手はもうこれジャック選手に捕まりたくないですよね、ここまで交代してしまうと、はい、ずるずると交代してしまいますので、はい、それは避けたいですよね。さあここでちょっと追いつきたいのが、7番手のライオンさんと8番手のモチュールさんがどういう、モチュール選手があんまりタイムが上がってこなかったんですね。はい、結構ちょっとタイヤが辛そうな走りではありますが、そうですね、ラインがじわじわと厳しくはなってきますよね。 GTR はアンダーになっていく傾向が大きいので、はい、しかし、こう、あ、ピアノさんちょっとバックマーカーにはなってしまいますが、ここで引っかかりができるとまた、ね、あと3周ですからね。はい、いや、ちょっとこれミストラさんも若干きつくなってるんじゃないでしょうか。これどんどん影は近づいてますよね。はい、青い影が近づいているんです。どうするのか。バトルはしたくないですけれども。はい。あ、ミストラ選手もちょっとラグってますね、やっぱり。そうですね、やはりちょっと回線の方が悪いという。そうですね。はい。全体的にかなり今夜は悪いですね。そうですね、ちょっとこのルームは厳しいのかもしれないですね。はい。ただあの SC が出てなかったので良かったと思いますけども、はい、SC 赤旗ですか、はい、なかったので良かったと思いますけども、まあ、序盤ちょっとね、はい、怪しいシーンとかもたくさんありましたが、ありましたけども、一旦ここまで来てやはり上位陣はこの顔ぶれかというふうになってきましたね、ここまで来ると。はい、そしてハペミヤさんは初参加でこの10位。そうですね、はい、そうでしたね。はい、そうですよ。ただハピエメン選手もこの順位では甘んじてはいたくはないので、はい、まだアレクシーさんに仕掛けていきたいですよね。さあ、ミヤさんはファイナルラップ。ファイナルラップですね、はい、いや今度こそっていう感じですよね。そうですね、意気込みとしてはさんとしては最後尾からの5番手、んー、いや、まだ前も狙いたいですけどね。あー、でもちょっとミストラさん、これ多分燃料かなり辛いんじゃないですか。これもうどうでしょう、先ほどからアレクシブ選手の速度がかなり上がってますので、どんどん影はでかくはなっているんですけど、はい、この差ならなんとかなると思います。なんとかなると思います。各社2秒、2番手から5番手まで
2秒差ですから、はい、1つのミスが命取りになるんじゃないですか、これ。存外びっくりしてるのがワンピットなんですけど、はい、ライオン選手が、はい、ベルスカイ選手とあんまり離れないですよね。離れないですね。これびっくりするんですよね。はい、もうさすがに経験豊富なドライバーとあってうまくタイヤを使っていたのかなという印象ですよね。はい、ただベルスカイ選手はあのミスが痛かったですね。もしかしたらこれ考えたら、ね、エレクシブ選手を考えたら3番手、はい、ありえた順位なので、3番手くらいまで行けたんじゃないですかね。そうですね、はい、歩いた順位なので、そう考えるとちょっと苦しいですよね。そうですね。さあ1番手ミヤさん、ポールトゥーウィンでしっかりとアピールしていきましたね。アピールしていきまして、さあ2番手ミストラルさんが帰ってきて、その後ろアレキシブさんも帰ってきて、ハピミヤさんもジャックさんも帰ってきましたが、はい、ミストラル選手もこのまま行きますね。さあセンズさんは10番手でゴール、そしてミストラルさんが2番手、3番手にアレキシブさん、そしてハピミヤさんと来て5番手にジャックさん、はい、さあ6番手にベルスカイさん、これはミスが痛かったですね。はい、さあひとまずはライオンさんを、はい、ただこの位置で終えたのは良かったんじゃないでしょうか。はい、そして7番手も、8番手のモチュールさん、そして9番手のカズヒーローさんはどこでピットに入ったか記憶にないんですけどもこれもうこれもしかしたらこれもワンピットの可能性ありますよね。1回確か入ったんですけど、はい、その後入ってない可能性ありますよね、はい、さあここでシオン選手もゴールで、はい、ゴールしました。反走しましたね。はい、そしてエネオス、はい、今回少し辛かったですけれども、次回以降に活かしていただければ。はい。で、これリザルトがこうなっております。はい。ふとした時